こんにちは、綺麗になるっていうチャンネルのぐんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマは女子のあのお悩み解決していこうです。でですね、今日解決していくお悩みは大きい胸を小さく見せるっていうことです。前に動画で大きい胸を小さく見せるブラっていうのを紹介したことがあるのですが、気になる方は概要欄見てみてください。それの第2弾っていう感じで今日はやっていきます。まあね、大きめのバストっていうのは結構自分が可愛いと思った洋服が思い通りに着れないとか揺れるのが嫌だとかっていう方が多いと思うんですよね。以前の動画でもそういったね、悩んでましたっていうコメントをいただいたりしてたので、今日は第2弾撮影してみようかなっていうことでやっています。で、今回もベイミヤさんから6個送っていただいたので、それを一つ一つご紹介していきます。まあ送っていただいたのですが、まあ、私が思ったことを正直にお伝えしていくので、まあ、そういったお悩みがある方で下着どうしようっていう方とかの参考になれば嬉しいです。じゃあ早速やっていきたいと思います。ではスタート。なるってよ。まずはビフォーをお見せします。まあビフォーっていうのはこういったちょっとピタッとした T シャツを着て、ここがどのくらい出ちゃうのかっていうのをお見せします。でベイミヤさんのに下着を変えて、これと、ビフォーアフターでどのくらい小さく見せてくれるのかっていうのをお伝えしながらやっていきますね。ビフォーはこんな感じ。まあ、結構ね、ここの膨らみがやっぱり気になりますよね。なんかこの T シャツ、私このユニクロの T シャツなんですけど、これめっちゃ大好きなんですけど、これ1枚では着て外出るのあんま嫌だなっていう感じは毎年ね、します。というわけで、じゃあまず一つ目をご紹介していきます。じゃじゃーん。こちらです。緑のやつですね。とても可愛い。な感じのやつです。じゃあ一つ一つちょっと細かくご説明していきます。まずはね、素材としてはめっちゃ薄い。これ透けてるのわかるかな。透け透け素材です。ほら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 。でここにパッドが少し幅が狭めについてる感じです。でやっぱりここはかなり広めの設計になってます。ここね、普通のやつってこんぐらいだったりすると思うんですけど、かなり広めに作られているので、横のはみ出すお肉とか背中のお肉とかをしっかり押さえつけてくれます。なので着痩せ効果も抜群っていう感じですね。でホックは3つです。3つのホックになっていて、調整は4段階できますね。でこのホックの色がこの後ろの生地と同じ色になっているので、目立ちにくくてすごく可愛いなと思います。伸縮性も結構ありますね。こんな感じ、ほら。でここもかなり薄くてトゥルトゥルの素材なので、着ていてすごい嫌な感じが全くしないです。これはノンワイヤーになります。なので楽ちんですね。でここの肩のストラップもかなり広めに作られているので、ここの食い込みとかが痛くて気になるっていう方も、まあ、痛くなりづらいんじゃないかなっていう感じです。ストラップは調整できるようになっております。ストラップも一応外せるようになってます。これねすごく可愛いです。いつものブラをつけた時とこのブラをつけた時の比較がこんな感じです。はい、こんな感じでした。まあ、これの注意点としては、ちょっとレースがやっぱりこのかなり繊細な感じになってるので、取り扱い注意って感じで引っ掛けちゃったりすると怖いかなっていう感じはしますが、すごい可愛いですね。やっぱりノンワイヤーなんで、すごいこういう風にくる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 できたりして、旅行のお出かけ先とかでも持っていくのすごく便利だなと思います。こちらのサイズ展開と色味がこんな感じになってるんですけど、色が4色あって、私は今回グリーンの色味を選びました。こんな感じです。じゃあ次2つ目紹介していきます。はい、じゃあ2つ目はこちら、でるん、こちらです。こちらはかなりこうさっきのやつよりも包み込んでくれる感じの大きめのタイプになりますね。とても安心感があるような感じです。でこれの特徴としても、かなりストラップの幅は広めで、さっきの緑よりも広い。でここは取れるようになってます。であとはここがやっぱり高くなっているので、このお肉とかもしっかりキャッチしてくれて、着痩せ効果もあると思います。で通気性がかなり良さそう。なんかこれ見えるかな、穴、ほら、
穴がペコペコ開いてて、すごい通気性も良さそうなんで、これからの季節とかもすごいいいと思います。でこのパッドが特になくって布になってるんですけど、トップが透けるとかも心配はなかったので、このまま着ても OK だなと思いました。ノーワイヤーでパッドもそんな分厚いのが入ってないので、これでちっちゃくちっちゃくこんな感じでまとめることができます。でホックは4連ですね、4つ、1,2,3,4 で4個調整できるようになってます。まあここのホックは普通に銀のホックって感じ。なんかこういうさ、ビーズとかついてて、こういうワンポイントも嬉しいですよね。でただの真っ黒じゃなくて黄色が入っていたりするので、なんかあんまりこう大人っぽすぎず、可愛らしくも着れるような感じになってると思います。これもサイズはたくさん展開があって、こんな感じで色は3色で、今回私はブラックを選びました。そしたらこれの、ビフォーアフターも見てもらいましょう。こんな感じです。じゃあ次、3つ目ご紹介していきます。じゃあ3つ目はこちらです。じゃん、これです。こちらはもう上からスポッと着るタイプのものになってます。なんかすごい男子受けとかはしなさそうなんですけど、着ててマジで楽ちんでした。これは本当に楽。まずね、このさ、素材わかりますかね、このトゥルントゥルンのテロントゥルン素材なんですよ。なんか水着みたいな感じ、すっごいトゥルントゥルンのトロントロン素材で、めちゃくちゃ着心地がいいし、あと金具がなくてめっちゃ楽ちんです。でノンワイヤーですし、前は、まあ、一応レースになっていて、でこれ薄いので、やっぱ T シャツの上から着ててもやっぱりこの段差が気にならない、響かないとかっていうのも嬉しいポイントだし、もうスポッて着れて締め付けもないけど、しっかりこう守ってくれる感じもあるっていうのがすっごい良かったです。この横の幅がやっぱり広くなってるので、ここら辺もスッキリと見せてくれます。こう背中のね、ボコボコしたお肉とかもしっかりスッキリ見せてくれるような設計かなって思います。これは4色展開で、サイズはこんな感じ。私はブルーを選びました。でね、裏側のパッドはちょっとグレーな感じですね。グレーです。じゃあこれのビフォーアフターも見ていきましょう。4つ目ご紹介していきます。じゃん、こちらはノンパテッドブラっていうのかな、このパッドが入ってないような感じのブラになります。で私もさ、ノンパテッドブラって知らなかったんだけど、なんつーの、このパッドが入ってないことによってすごい本来のこう形を綺麗に見せてくれたりとか、まあ、セクシーみたいな感じで、結構海外では普通みたいですね。ただ日本ではパッドがない分トップが見えちゃうみたいな、透けちゃうみたいなところが気になるから、パッド入りのものをみんな使ってるっていう感じにはなると思うんですけど、海外では結構そういうのあんまりなんか普通みたいですね。でこれもノンパテッドブラなんですけれども、まあ、私はさすがにこのままはちょっと着れないなと思ったんですよね。そしたら一緒に送ってくれたんですけど、こういうやつ、これを内側に入れて普通につければ OK みたいな感じですね。あとは、ニップレスとかつけてあげてもいいと思います。でもね、これ本当にパッドがない分もう今までにないくらい薄いです。もうこんなですよ、こんな。しかも乾くのもめっちゃ早かったです。パッドがない分すぐ乾くでこれの特徴としてはここが高くなってます。でストラップの幅は広めで調節可能で、ここは取れるようになってます。ワイヤーは入ってないものになっていて、この透け感がやっぱりありますね。伝わるかな、こんな感じで透け感があるような感じになってます。はい。で、すごいデザインはめちゃくちゃ可愛いですね。で、ここはレースになってるんですけど、後ろの部分はトゥルトゥルの素材です。で、ホックはデデン1,2,3,4 で4段階で調節できます。でホックの色は生地と同じ色になっているので目立ちにくくて、こういうところは嬉しいですね。パッドが入ってないから大丈夫なのかなと思ったけど、綺麗にこう丸みを出してくれて、すごくなんかいい感じに仕上がったので、あ、これもありだなと思ったりしました。軽くていいですよね。
ノンパテッドブラを探してる方はいいかなっていう感じですね。ただベイミアさんの公式にそんなになんかノンパテッドブラみたいなことは書いてなかったので、届いてあれパッとついてないけどどうやって使うのみたいなことになるかもしれないんで、一応この動画ではこういうブラですよっていうのを紹介しております。でこちらのサイズ展開はこんな感じで、お色は4色展開されてます。で私が選んだのはシルクホワイトっていうカラーになります。じゃあこちらをつけたビフォーアフターをお見せします。今回紹介するノンパテッドブラは全部これを入れた状態で動画を撮っていますので、そこだけご了承ください。じゃあ次5個目ご紹介していきます。こちらででん、こちらもノンパテッドブラになります。もうこれはねかなりスケスケのスケって感じです。わかりますか？めっちゃ可愛いですよね。でこれはここの部分にワイヤーが入ってます。 U 字にワイヤーが入ってます。私ワイヤーすごく苦手なんですけれども、苦しくて、だけどこれは全然苦しくなかったです。私的には全然大丈夫だった。ここの部分だけだからかな、やっぱりここの下の部分にワイヤー入ってると苦しいんですけど、ここだけだったから全然苦しくなかったですね。でここは高さがあって、ここにもねワイヤーみたくこう硬くなってるんですよね。ここもなので、ここでしっかりと、もう本当にしっかりとお肉をガードしてくれるっていう感じがあります。でここはテロテロ素材で通気性がかなりいいです。で紐はこのくらいの、まあ中くらいの太さかな。で取り外し可能になっております。このレースの感じがすごく可愛いですよね。全然チクチクもしないし、すごい触り心地がいいです。優しい感じがします。でホックは1、2、3、3つになってます。3つで調整が4段階できます。でホックの色はシルバーっていう感じですね。これもワイヤーが入ってるからちっちゃくは畳めないけど、パッドが入ってないんですぐ乾くし、くるくるはできないけど、この薄さでまとまるっていうのがすごくいいかなと思います。でこちらのサイズ展開はこんな感じで、お色味は3つあります。今回はグリーンにしてみました。私はグリーンです。じゃあこちらの、ビフォーアフターも見ていきましょう。最後6個目の紹介していきます。6個目はこちらです。ででん、こんな感じです。これはショーツとセットになってました。こんな感じ。これはセットになってました。こちらもノンパテッドブラになってます。なのでこんな感じで、すごく薄いパッドっていうか薄い布がついてるような感じですね。まあ、これ1枚だと結構不安な方も多いと思うので、やっぱりこういったものとかを入れたりとか、あとは貼ったりして使ってもらえるといいと思います。これもここにワイヤーが入ってます。ただこれも全然苦しくなかったです。意外と苦しくなかった。なのでここにワイヤーが入ってるので、しっかりこう形を補正してくれるっていう感じがありました。横の部分も高さがあります。でここの部分が硬くなっているので、しっかりとこの横のお肉もこう守ってくれる感じがあります。ここはスケスケなので通気性もよく可愛いです。意外と伸縮性もあります。はい、こんな感じですね。で紐はこんな感じで普通くらいのサイズかな。そんな太くはないです。で取り外しはできない感じです。すごく可愛いですよね。パステルカラーが可愛くて素敵です。やっぱこういうセットってすごく嬉しいですよね。下は何を買えばいいのかわからないとか、下だけ買うのなんか色味が違ったらどうしようみたいな感じで思ったりもする方いると思うので、こういうセットはすごく嬉しいですよね。あとはやっぱりすぐ乾くっていうところもいいポイントですね。パッドがない分。サイズ展開がこんな感じで、色味は4色あります。私はブルーのセットにしてみました。これもビフォーアフター見ていきましょう。というわけで
以上で小さく見せるブラっていうのをご紹介してみました。ノンパテッドブラっていうのも紹介してみました。これからの季節ちょっと通気性がいいものを選びたいとか、あとすぐ乾くものを選びたいみたいな方はチャレンジしてみてもいいかなと思ったりします。いつもヘアアレンジを投稿していて、いつもとは違う内容になったんですけれども、皆様のお悩みを少しでも解決できたらいいなと思って、こんな感じの動画を配信してみました。たまにはこういったお悩みを解決できるような動画も配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますので、チェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。